今日も TNT 建築やっていくぞ。今日もって、あ、ごめん。今日が初めてだったな。単純に TNT で建築して楽しいことをしよう。なるほど。ちなみに今日は何を建築するの？その前に、チャンネル登録、高評価を先に頼む。してくれないとみんなのワールドでクリーパーしか湧かなくなるよ。きつすぎる。650人くらい増えたら嬉しいな。高評価も3000件お願いします。今日作っていくのはスティーブの頭、鶏、そして狼だ。なるほど、面白そう。次からはみんなにリクエストしてもらって、それを作るようにしても面白いんじゃない？ああ、それも面白いかもしれない。この動画にコメントを残しておいてくれたら建築するかもしれないから書いておいてくれ。で、誰が建築するの？お前に決まってるじゃないか。え、でも危険物取扱者オツシゴ類持ってないよ。マイクラにはそんな資格なんかはいらん。わかりました。じゃあまずは狼から作っていこう。僕はどこにいるでしょうか？正解はここでした。わかってる。早く建築を始めてくれないか？俺は TNT が見たくてたまらないんだ。大丈夫？オツシ持ってる？だからいらないんだって。お前はいつまで狼の胴体を映しているんだ。みんな見たいでしょ？こんなの見たいやつなんかいないだろ。そ？じゃあ僕でも映しとく？お前も別に見たくはない。こんだけ長いことマイクラ一緒にやってきて、そこまで言われたのは初めてだよ。そこまで言うなら始めていくよ。必要なものは TNT と火打ち石以外に何があるのかな？そうだな。全体は TNT で作るにしても、何かはわかるようにしておかないとだからな。羊毛とか、色付きのブロックは必要になってくるかもな。まあ、その辺は作っていく段階でいろいろわかるだろうし大丈夫だろう。了解。じゃあ、まあとりあえず狼を見ながら建築を進めていくね。微妙に見えてるドットで大きさとかは大体わかるしな。ああ、愛しの TNT、買いもん。もう爆発させてもいいんだぞ。いやあ、それはさすがに早すぎるでしょ。そんなこと言わないでもういいじゃないか。いやいや、ちゃんと狼を作ってからにしようよ。足の高さぐらいまではとりあえずできたから、次は胴体と顔だね。どんな順番で作っているんだ？必要な高さと幅と奥行きのブロックを積んで、積み終わったらその骨組みに沿ってブロックを詰めていく感じかな。なるほど、なかなか効率がいい方法だな。とりあえず、顔の大きさはできたから、次は首回りだね。高さとか幅とかいちいち確認しに下まで行くのめんどくさいけど、誰か狼の銅像とか建築動画上げているんじゃないかと思ったが、一っ子一人上げてなかったな。高さとか奥行きとかわかりやすくなってたらよかったんだけどね。なあ、かいもん、どうしたの博士？ちょっとめんどくさいこと言ってもいいか？めんどくさいのはやだ。でも気づいちゃったから言わないと仕方がない気がするんだ。このままだと狼にならないから。あ、そんな致命的なやつ？なんか僕ミスってる感じ？鼻の周りの顔のドットを見てほしいんだ。うん？それがどうしたの？今多分、カイモンは見えたドットの数だけで、今の建築をしているんだと思うのだが、この鼻の横の部分だけは、半ドット分しかないんだ。あ、でも、じゃあどうすればいいの？多分、1ドット2ブロックとして考えないといけない。ちょっとよくわかってないんだけど。例えば顔の幅を見てくれ。確認できるドットは6つだな。そうだね。この場合、建築では12ブロック並べないと、この半ブロックの部分は作れないんだ。そんな、じゃあ、ここまで作ったのはどうすればいいの？考えたんだが、やっぱり一旦爆破して別の場所で作ってもらうしかない。ぐえー。でも喜んでくれカイモン。これはいい感じの取れ高だぞ。それは確かに嬉しいけど、もう一回全部作り直しはだるいよ。しかも僕が思ってた2倍ぐらいブロックは置かないといけないわけでしょ？ 2 倍で済むのかな？さっきの話だと1ドットあたり、4ブロック必要になるからな。どういうこと？さっき、狼の顔の幅は6ドットだから、建築では12ブロック積まないといけない。そんな話を確かにしたんだが、高さは考慮してなかったろ？ああ、だから1ドット作るのに必要なブロックは4ブロックなんだ。博士、頭いい。というわけでカイモンくん、今作っている建築は爆破してもらえるか？ぐへー。正直俺は建築より、爆発が見たいんだよ。じゃあもう TNT を適当に並べて、それで爆発させればいいじゃん。いや違うんだよカイモン。誰かが一生懸命時間をかけて作ったものを爆発させることに美しさがあるんだよ。サイコパス引きずってる。でも、作り直さないとダメだもんね。ああ、そうだ。だから早くこれを爆発させて作り直してくれ。そうするよ。ワクワク。ワクワク、全体に着火した方がいい感じに爆発するよね。お前、ドッカーン。いやお前、爆発するとき全体を撮影しとかんかい。爆発見れたじゃん。あんだけ近くにいたら何がどうなっているのか全然わからんだろ。ああ、近すぎたってこと？ああ、着火したらすぐに離れて全体が映るようにしてくれないと。そんなのは先に言ってよ。何年一緒にやってるんだ。そのくらい言わなくても分かってくれ。そこまで言わなくてもいいじゃん。今のはどうせ失敗作なんだからいいじゃん。まあ、
確かにそれは不幸中の幸いかもしれないな。とりあえずさっきの近くで狼を作り直していくよ。次はちゃんと遠目に全体を撮影してくれよ。建築には1時間ぐらいかかるよ。そんな注意をするんだったら、今度は1マスで置くんじゃないぞ。とか、ちゃんと2倍して計算しろよとか、そういう感じのことを言ってくれるかな？なんやかんやあったが、とりあえず足の部分は完成したな。ここまで本当に長かったよ。じゃあ次は首周りと顔の部分だな。足だけでもなかなか時間がかかったから、何分かかるか想像もつかないよ。確かにそうだな。じゃあまあとりあえず進んだら呼んでくれよ。うん。その間博士は何するの？もちろん原神に決まってるじゃないか。博士って原神してたんだ。博士ー。博士ー。お、もう顔が完成したのか？なかなか早いじゃないか。違うんだよ。足の位置が若干ずれてたから、それを今修正しているんだよ。なんだよ。そんなことでいちいち呼ばないでくれ。え、進捗を伝えろって言うから位置を伝えただけなんだけど。完成するまで何も伝えてくれなくていいぞ。でもこれやりたいって言ったのは博士だったじゃん。うん。でももうめんどくさくなってきてしまった。じゃあ何？今から原神するっての？その通り。せめてマイクラ関連の何かにしてほしいな。嫌かな？夜になったけど全然作業が進まないよ。真っ暗で見えづらいし、コウモリがたくさん待ってるし。暗視のポーションでも使えばよかったじゃないか。そう思ったんだけど、もうめんどくさくてさ。コマンドで明るい時間帯にするっていう手もあったぞ。あ、でも見て。ちょっとずつそれっぽくはなってきてるでしょ？確かに犬っぽくは見えるな。でもここからさらに時間がかかりそうだ。僕もそう思ったんだけどさ、顔の部分で時間がかかっただけで、それが終わったら割とトントン拍子だよ。まあ顔周りがややこしかっただけで、その他は数に合わせて TNT 置くだけだもんな。だいぶ進んだよ。もうちょっとやったらすぐ完成するんじゃないかな？もうそんなところまで来たのか。今は胴体の部分に TNT を敷き詰めてるところなんだ。ああ、まだそんなところか。ほんとなんなの博士。なんとおっしゃいましても、今日の博士は一味違うイライラを僕に押し付けてくるよ。はわは、すまんすまん。胴体は終わって、次は首回りだね。いいじゃないか。完成間近だな。あ、でも顔周りが残ってるからそうでもないか。いや、多分思っているより時間はかからないと思うよ。僕もやっている間にコツを掴んできたし。そうか、それは何よりだ。というか今思ったんだが、クリエとはいえど、こんな気真面目に一個一個 TNT を置いていってる実況者って、買い物以外にいないんじゃないか？あ、そうかもしれないね。というか僕の職業は実況者でいいの？マイクラ実況者になるんじゃないか？オプシュないけど。実況者になるのにどんなオプシュもいるわけないだろ。じゃ講師？もういい。お前いらないって分かってやってるだろ。いやいや博士。ボケじゃん。この動画の見どころが少ない気がしてさ。なるほど。あ、ちなみにね。もうすぐ終わりそうだよ。お、本当か。じゃあもう爆発させても構わないか？いや、ちょっと待ってよ。もうちょっとで完成だし。この完成ギリギリで爆発させるのもありだとは思わないか？僕目線では 100% なしだよ。頼むかいもん、爆発させてくれ。その衝動は単純に爆発させたいからなのか、それとも僕を悲しませたいからなのかどっち？両方。なるほど。というわけで完成。なんだもうできてしまったのか。へぇ、博士の思い通りにはならなかったね。てか、狼の頭の上にあるのはなんだ？へっへぇ。気になる？気になるよね。まさかお前犬って書いてないだろうな。そうだけど。お前が作ったのは狼だぞ。あ、素で間違えた。ほんとじゃん、これ狼じゃん。もうさっさと爆発させよ。一応どうなるかわからんから、バックアップだけ取っといてくれ。いえさ。じゃあ、カエモン、爆発させてくれ。なんか愛着湧いちゃってるけど。そのために建築したんだもんね。やれー。うわー。また会おうね。狼。というわけで次はスティーブの頭だ。切り替え早すぎない？いや、お前ももうすでに切り替わってるだろ。もう正直なんとも思ってない。じゃあとりあえずさっさと建築していってくれ。博士もっとスティーブに敬意払った方がいいんじゃないかな？一応マイクラの主人公だよ。まあ確かにそうかもしれんが、でももう四角作って、ちょっと顔に見えるようにするだけじゃん。そんなので動画の尺を伸ばしたくないんだよな。じゃあなんでスティーブの頭なんか作ることにしたの？それぐらいが尺的にちょうどいいかなって。まあそうなんだろうけど、そんなはっきり言う必要もなくない？俺はややこしいこと考えるのが大嫌いだからな。そうだったんだね。とりあえず頭の大きさの四角はできたから、
次はパーツだね。どうしよう。ちゃんとはっきりわかるように作った方がいいのかな？いや正直、最悪は人だってことがわかればいいんじゃないかな？じゃあ顔に見えるように作れば、多少は変なことしても大丈夫？まあもう何をしたいのかはわかったし、いいぞ。どんだけ変なスティーブでも最終的には爆発するんだし。やったー。というかまだなのかかえもん。俺はこれを早く爆発させたくてたまらないんだよ。せっかちだなー。まだ作り始めて5分も経ってないよ。とりあえず顔のパーツはできたようだな。まだあんまり納得はいってないけどね。あと何をしたいんだ？眉毛とかつけてみようかなって。どう考えてもいい結果にはならないと思うから諦めな。僕もそんな気がしてるんだ。髪の毛も足してみたよ。一層眉毛が変な感じになってないか？うん、もう脱毛させてあげよう。間違ってないんだろうけど、間違っている気がする言い方だな。えへ、嬉しい。いや、褒めてないんだが。そのツッコミ欲しかった。気持ち悪。ということで冷やで TNT を点火するよ。買い物にしてはなかなかいいアイデアだ。これなら遠くから爆発が見れるしね。こんな感じでね。というわけで次はコケコッコーだ。わーい、コケコッコー。これもパッと作ってパッと爆発させてくれ。博士が思ってるより結構時間がかかる作業なんだよ。そうか、コケコッコーちっちゃいし、ややこしくないし余裕だろ？と、思うじゃーん。全然そんなことないんだよね。狼に時間がかかりすぎただけだろ。まあ、最初は全然慣れてなかったし、それもあるかもしれない、と、言いつつもあっという間に骨組みができたから、あとは TNT を敷き詰めていくだけだね。やっぱり一度手慣れるとかなり早く作業が進むな。作業に慣れたってのもあるし、コケコッコーが簡単なのもあるね。コケコッコーのちゃんとした名前ってなんだっけ？もしかして鶏のこと？あ、そうそう、そんな名前だった。大丈夫かかえもん？疲れているんじゃないか？うん、多分疲れてるみたい。そうか。でも作業はちゃんと終わらせろよ。優しさが見れるのかと思ったら違った。いい感じに作業が完了しそうだ。思ってたより早く片付きそうだよ。早く爆発が見たい。爆発の前に安全確保しないと。岩盤で囲ったとしても生き残れるんだろうか。わかんないけど多分やらないよりはマシなんじゃない？はわは、生き残っててくれるといいな。正直どっちでもいいかな。なんでお前どんどん心がすさんできてるんだ。こうやって周りにいる羊も燃やしてあげるんだ。大丈夫かかえもん。お、大きなコケコッコーだ。ついでにあいつも狙ってやろう。くちばしから爆発していくよ。ユーティフォー、あの鶏は爆発を生き残ってるのかな？どうなんだろうな。あるいは燻製になっちゃってるかも。燻製はもっと時間かかるから。あ、今日の動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくな。それじゃあバイバイ。バイバイブー。